を出した。うかご半年で、こいつがこの後であのマル秘を出す。観覧注意だよ。皆さん毎度亀次郎です。ご視聴ありがとうございます。本来の予定ならばミシッピーニョイガメの投稿をする予定でしたが、ちょっとした映像を録画できたのでご紹介いたします。グロい映像と思われる方もいると思いますので、苦手な方は残念ですがスルーしてください。なぜキクラゲとタケノコ？さて動画を進めていきましょう。キクラゲとタケノコのことは置いといて、今回の撮影経緯から説明。このナナシ君ですが、首を伸ばしたまま寝落ちすることがよくあります。今日も陸地で首を伸ばしたままうとうとしていたので撮影を開始いたしました。首を伸ばしたままで寝て頭が水面に触れた時にどうなるか見たかったからです。その時のリアクションに期待していたのに別の撮影になってしまいました。このナナシ君の紹介。このナナシ君は昨年2023年8月20日に孵化した亀次郎宅の子亀です。高長10センチと確かに成長は飛び抜けていいけれど、孵化後まだ半年程度のベビーなんですよ。そんなナナシ君のリアクションを期待していたが、大したリアクションもなく撮影をやめたところ、そしたら観覧注意観覧注意観覧注意。出したのね。それでは動画も見てください。すいません、餌やる後で水が汚いです。いやー、しっかり出してますね。羽化後半年でも出すんですね。クサガメのマルヒですが、交尾の話をします。求愛行為が成功するとメスの後ろに回り込み性行為準備に入ります。そうするとご覧のようにマルヒを出します。その際マルヒはタケノコ形状でメスの排泄口に挿入します。挿入後マルヒは外れないように先端をキクラゲのように開き種を植え付けます。動画でも合体したままオスが引きずられてることがありますよね。ちなみに一般的なカメのマルヒは頭より大きく長さは甲長の半分ぐらいあるそうです。それではもう少しマルヒをご覧ください。げっ、まだ水ミミズが嫌がる。西に水槽をリセットで根絶やしにしてやる。
マルヒを出したまま漂っております。まさかペニダツなのか、心配になってきちゃった。ペニダツとはマルヒが出っ放しになる厄介な病気である。いつまで出しておるのじゃ。真面目にちょっと焦ってきております。だってマルヒかじられたらやばいじゃん。今までミックンのをちょっとだけ見たことがあるけれど、黒吉のは見たことない。ナナシ君、YouTube 分かりすぎだよ。おい、マルヒ出したまま寝るな。とんでもねえやつだ。動きもしねえ。大丈夫なのか？まさか突然死じゃないよな。あ、動いた。心配させやがって。もう我慢の限界なので引っ込めさせる。噛まれちゃうよ。軽くマルヒではなく尻尾を触ったらマルヒを引っ込めました。完全に引っ込めたら定位置で、また寝た。やりたい放題だな。数時間後、先ほどのナナシ君、超立派な尻尾、ふてー、陸に上がるとおとなしいな。
この子は産卵月は一緒だけれどワンショット目、後ろの子はツーショット目で孵化した子ガメ。あと少しで里子に出します。今回はこの辺でお開きとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。今回は突発的な動画でしたが、次回は予定していたミシピニオイガメ水槽の動画を投稿する予定です。またお立ち寄りください。それじゃまた。